明日のお祭り楽しみだね、リカちゃん。み、僕はレナみたいにのんきではいられないのです。準備と予行練習でパターン9のグロッキー状態なのです。リカちゃんの巫女さん姿ってほんと可愛いんだよね。今から想像しても、はぁーん、可愛すぎるよ。みこのままレナにお持ち帰りされてしまいそうなのです。はぁーん、リカちゃんなかなか鋭いよ。おはよう、ケイちゃん。おはよう。あのさ、なんだよ、いきなり。なんかしたのか、俺に。ケイちゃん、本当に気づいてない？そんなことを言われても、全然心当たりとかないし。そっか。なら、内緒にしーとこーっと。おいおい、そこまでもったいつけといて、そりゃないだろう。なんだよ、気になるな。大したことじゃないんだけどさ、今日待ち合わせに遅れちゃったでしょ私。あ、うん、そういえばそうだよな。ごめんごめん、家出る前にちょっとグズグズしちゃってさ。それだけならよかったんだけど、時間割り勘違いしちゃって全然違う教科書詰めてたんだよね。私ドジだよね、ほんと。気づいたのが家出てからでさ、あれと思って引き返して詰め直したもんだから待ち合わせの時間に遅れちゃってさ。あれ？ケイちゃん、目赤いけど、っていうか血走ってる感じ。さては、夜更かしでもしたな。そうか？面白い深夜番組あったからさ、ついつい。その上、買ったはいいけど放置してた漫画見つけてさ、朝まで読み続けちまった。じゃあ徹夜なんだ。随分面白いストーリーだったってことだね。
いや、そうでもないな。月並みな話だった。よくある話。よくある話ねえ。あのさ、昨日のことなんだけど。え？昨日のことって何？ミオンに言っとかなきゃなって。さっきから何？お互いもったいつけるのなしにしようよ。仲間なんだからさ。言おうと思ってたのは昨日のことだけど、俺ミオンにきついことばっかり言いすぎたなって。いいよもう。私だってケイちゃんにひどいこと言っちゃったし、それに私って一晩寝ると忘れちゃうタイプなんだよね。なんかミオンらしいな。ねえケイちゃん、私に言いたいことってそれだけ？え？他に言うことないかな？ねえケイちゃん、私たち仲間だよね。隠し事は一切なしだよね。だって仲間なんだからさ。な、か、ま、でしょ。レナ、なんで笑ってるの？レナ、だってだってみーちゃんもお目目赤いんだもん。夜更かしかな、かな。そうなんだよね。昨日は毎年恒例の打ち合わせ会があったから、眠くて眠くて。綿流しの打ち合わせ会ってやつか。打ち合わせ会なんて名ばかりの宴会だよ。町会の連中が集まって朝までどんちゃん。毎年やってるお祭りだもん。今さら小難しい打ち合わせなんてないし。まさかお前も飲んだのか？未成年のくせに。なわけないじゃん。口
口うるさい小獣人みたいなこと言っちゃっても。打ち合わせ会だったってことは、みーちゃん昨日、徹夜したってことだね。え？毎年お片付けに朝まで手こずるって言ってたもんね。そうだよね。よね。実はレナもね、昨日は夜更かしさんなんだ。みんなおそろだね。そんなことで足並み揃えてどうすんのさ。だってだって、みんなとおそろで嬉しいんだもん。もう。あの北条鉄平って男ね、レナにとっても敵なの。敵？このぬいぐるみ、可愛らしい？え、まあ男の俺が言うのもなんだけど、可愛いと思うけど。そうだよね。やっぱりレナが変なのかな。かな。変だよね。レナにはどうしても可愛く見えないの。レナ？そんなに力込めたら壊っちまうぞ。だってね、このぬいぐるみ、あの女がくれたものなんだもん。こんなもので取り入ろうとするなんて、汚い女、汚らわしい。あの女って誰なんだ？名前を口にしたくもない。口が曲がりそうになるから。本当はね、さとこちゃんのためだけじゃないの。
鉄平を殺す理由がレナにもあるの。あいつはね、あの女と組んでうちの家族をめちゃくちゃにした。せっかくお父さんも前向きになってくれて、二人で一から出直そうって時だったのに。あいつらは害虫なの。人が必死になって耕した畑に土足で入り込んで踏みにじって、綺麗に咲いてるお花とかやっと実をつけた植物とかを食い荒らしてめちゃくちゃにする。それだけじゃない。あいつらはいつの間にか身内みたいな顔をして住み着くの。道場とかいやらしい芝居で人を騙して寄生して巻き上げて、成虫だよ。よくも、よくも、よくも！レナだけならまだよかった。私の不幸は、お社様のたたりだもの。当然の報いだって我慢できる。でも、里子ちゃんまで不幸になるのは許せない。絶対に許せない。そうだ、そうだったんだ。やっぱりそうだったんだよ。レナ。レナね、夢で見たの。八本の手。あれは害虫を駆除してくれる蜘蛛の手だったんだ。八本の手？お社様の手だよ。圭一くん、もうお別れしなきゃだね。だからさようなら。だからさよならとか言うな。お前が一人で抱えてきた傷とか悩みとか全部分かってあげられないかもしれないけど、俺に何か手伝えることは本当にないのか？支えるとか守るとかそういうかっこいいことを言えないけどさ、でも少しでもレナの気晴らしくらいには慣れたらと思ってる。話を聞くくらいしかできないかもしれないけど、
ありがとう。ケイチ君の気持ちはすごく嬉しいよ。けどね、人殺しなんてしたら、もう普通の毎日には戻れないの。何かを得るためには、同等の。それ以上の代償を払わなければ、得ることはできない。だからレナは、大切なものを守るために、みんなとお別れするの。さようなら、ケイチ君。それじゃあ、レナはお先に帰るね。また明日ね、レナ。気をつけて帰るのです、レナ。うん、バイバイ、ミーちゃん。バイバイ、リカちゃん。レナ。さようなら、ケイチ君。ケイちゃん、私もうどうしたらいいのか。わからなくて。シオン、どうしたんだよ。わざわざこんなとこまで。サトコがまたやったんです。またやった？何かあったのか？ようやく沖宮の生活相談所が重い腰を上げてくれたのですが、サトコは今度も追い返してしまったんです。強情というか頑固というか、サトコはとても意志の強い子とでも言うんですかね。ってことは今度もまた同じことの繰り返しだってのか。これでまた、サトコへの風当たりは、さらにエスカレートしてしまうでしょうね。そんなの、そんなのって。
いっそ殺してやりたい。お前、サトコのために命を張れるか？え？答えろ。その返答次第で俺はお前に全てを打ち明けるつもりだ。もちろんです。サトコはサトシ君から預かった大切な妹ですから。よし、シオン、俺と一緒に来てくれ。どうしてこんなところに？私、なんだか怖いです。心配するな。俺を信じろ。大丈夫。別に地獄へ連れて行くんじゃないんだからさ。当然です。もしもケイちゃんが襲ってきたら、私マッハでケイちゃんの首の骨折ってとっとと帰りますから。おいおい。この程度の護身術は基本中の基本ですよ。レナ、いるのか？レナ、いるんだろう？レナ、そのままでいいから聞いてくれ。お前は律儀だからさよなら言っちゃったし、もう圭一君には会えないとか思ってるんだろうけど、俺は決めたぜ。俺、お前の後ろについて行って離れないから。お前が拒否して逃げ続けるなら、俺はひたすらずっと尾行してやる。人に見られたくないようなお宝ショットとかバッチリ収めてやるからな。そんなの嫌だろ？顔見せてくれよ、レナ。
レナ。もう、ケイチ君はしつこいんだね。どうしてシーちゃんがいるの？レナ、このことで話が。大丈夫、ケイチ君。いって。うわ、直撃。いきなり締めるか、靴。ごめんね、ケイチ君。レナ、ケイチ君の手全然見えなくて、挟まってるなんて思わなかったから。痛いの飛んでけ。ケイチ君、痛すぎておかしくなっちゃったかな、かな。レナ、聞いてくれ。俺はお前と同じ気持ちだ。そしてシオンも俺たちと同じ気持ちだ。昨日ここでお前が俺に話してくれた計画だけど、俺にも協力させてくれ。いや、違うな。協力するのはお前の方だ。やるのは俺だ。お前は俺に手を貸してくれ。どういうこと？俺はこの手で北条鉄平を殺す。ことなんですか、今の。聞いての通りだよ、シオン。俺は鉄平を殺すつもりだ。昨日お前に言った言葉に嘘はない。俺は里子を救い出すために戦う。どんな手段を使っても必ず里子を救い出す。でも、だからって鉄平を殺す以外の手段があるっていうのか。ないよ。俺もレナもその事実から逃げるのはやめたんだ。もう時間がないんだ。俺はやるよ。こんなの。こんなのって素敵です。
同じだなんて嬉しい。この思いだけであの虫けらを呪い殺せそうです。レナも嬉しい。レナ、オソロ大好き。レナ、ケイちゃん、もちろん私も協力します。シオンの気持ちは分かったけど、これは究極の選択だ。焦らず、じっくり考えてくれていい。しーちゃん、どうなんです？あなたたちの計画に私を加える気はあるのですか？俺たちの未来を守るために俺たちは戦うんだ。サドコのためだけじゃない。レナ、お前の幸せだって俺が守ってみせる。俺を信じてくれるなら力を貸してくれ。自分の未来を諦めるな。この手で未来を掴み取るんだ。さよならは撤回してくれたよな、レナ。うん。が、痛っ。ごめん、痛かった、ケイチ君。なんの、これ式でしょ。痛いの飛んでけ。痛いの痛いの。痛いの痛いの飛んでけ。痛いの痛いの飛んでけ。痛いの痛いの飛んでけ。北条徹底の遺体、飛んでけ！どっかに飛んでっちまえ！